今回は、ミニッツのサーキットで今とても人気のある充電器ハイテックさんの X4 アドバンスミニ充電器をご紹介します。こちらの充電器の、人気の、最もポイントとなっているのはやはりコンパクトで小さいことということですね。こちらが、パッケージになっているんですが、もう本当に必要なものしか入っていないことになっていますね。で、開けるとこちらが本体になります。もう手のひらと比べていただいて もう小ささがとても分かるのではないかと思います。で、こちらの充電器ですが、今までの充電器によくあったAC アダプターからこうつなぐ 12V 式の電源ではなく、こちらのですね USB から、電源を取るタイプになっています。で、こちらの商品の方にはこちらのコードまでは入っているんですが、こちら の AC アダプターのこう代わりの USB ですね、こちらの方が入っていませんので、こちらの方は各自用意するような形になります。この分を用意しなきゃいけないということで、若干割高なのかなと思ったんですが、今はスマホの時代で、こういう充電器とかものは充電器とかのそのUSB のアダプターっていうのはだいたい誰でも持っているんじゃないかということで、こちらがお買い得な今一番使いやすい充電器なんじゃないかなということで、今回紹介させていただくことにしました。で、使い方の方ですが、もう至って簡単ですね。電池を入れていただいて、そうするとこちらですね、真ん中の方に今チャージと出てるんですが、このチャージっていうのは充電、上の700っていうのは 0.7 アンペアの電流で充電するよということになっています。こちらのミニッツの電池は800ミリアンペアですので、若干少ないですがほぼ 1C ということで、こちらの電池を充電するには、ちょうどいい電流なのかなと思います。次に、ちょっと隣に行きます。こちらですね。で、ここのモードという部分を押すと、こういうふうに、ここの部分がディスチャージですね。ディスチャージで350、これを1回押すごとに500とかに変わるんですが、これは、500mAh、0.5 アンペアで放電しますよということで、セルごとに独立して充電とか放電ができるようになっています。よいしょ。同じようにですね、こちらもモードで最初はチャージ充電の 0.7 アンペア、これほっとけば8秒で充電がスタートするようになっています。こちらもモードのボタンを押すごとにですね、リフレッシュ充電ですね、チャージ、チャージにとりあえずして、こちらの方もカレントボタンを押すごとに1アンペア1.5 アンペア、1.5 アンペアが一応マックスになってます。で、200、0.2 アンペア、0.5 アンペア、0.7 アンペアと、普通によくある充電器のようにこうコンマ1ごとに細かく設定ということはできないんですが、0.7 とか1とか 0.2 とかという決められた電流値の中から選ぶという形で使えるようになっています。充電と放電も同じような形になります。で、こちらの充電器なんですが、使ってる人の感想という形で言うとですね、比較的コンパクトであるために本体が熱を持ちやすいということで、充電するときにあまり高い電流を追って充電してしまうと本体の熱で電池が傷んでしまうというか、こう液漏れとかもしやすくなってしまうということで、一応1アンペアとか 1.5 アンペアという設定はあるんですが、こちらの充電器に関しては 0.7 アンペア初期の状態ですねで使っていただくのが一番無難なんじゃないかなっていうように、使ってる人の中では言われています。で、こちらの充電器ですね、あと特徴として今言ったように本体が熱を持ちやすいということで、追充とかですね、走行直前に充電してもらうと、電池が温まりやすくて、こう電池が温まると
パンチが出るってよく言われてまして、まあ、速度も速いですので、まあ、パンチを目的で電池温めたいなって人には特にこちらの充電器は、人気がある充電器となっています。価格の方が、定価で約5000円ぐらい、実売価格で4000円ちょっとぐらいの価格で販売されていますので、まあ、今発売されているミニッツの充電器、の中では、まあ、非常に、リーズナブルな方の部類に入って、で性能的にもとてもいい充実した性能になっていますので、まあ、かなりおすすめの充電器なのではないかと思います。まあ、放電ができるというところがやっぱり非常に便利なので、まあ、これからミニッツを始めたとか、まあ、ミニッツを始めたけどまだ充電器がないっていう方には、まあ、おすすめできる充電器だと思います。今回は、ハイテックさんの、X4 アドバンスミニという充電器を紹介しました。